現代人が時間不足から脱却できない原因、それは時間術における3つの真実に隠されている。いつもご覧いただきありがとうございます。本要約チャンネルの亮です。本日ご紹介する本は大人気ベストセラー作家鈴木優さんの Your Time 4063の科学データで導き出したあなたの人生を変える最後の時間術です。このチャンネルの視聴者様の中にも鈴木優さんの大ファンだという方は多いと思いますが、何を隠そう、私もその一人。ぜひ皆さんと一緒にこの至高の一冊を楽しんで読み進めていきたいと思います。さあ、そんな本書の中から本日ご紹介いたします内容は以下の3つ。第1章、時間術を使うほど人はバカになるという残酷な真実。第2章、遅刻しがちな人は丸々ボクシングを使って時間を操れ。第3章、あなたの時間のズレをぴったりと合わせるタイムログの正しい使い方。どれもとても大切な内容です。ぜひ最後まで見ていってください。それでは早速参りましょう。第1章、時間術を使うほど人はバカになるという残酷な真実。本書の冒頭はこんな言葉から始まります。いつも時間が足りず何かに追われている。もっと大切なことに使う時間を増やしたい。限りある人生、このままの過ごし方でいいのだろうか。時間の使い方に満足していない全ての方へ。本書では科学的根拠に基づき、時間不足を根本から解消し、あなたにとって有意義な時間を増やす方法を具体的に解説します。いやー、ゾクゾクしますよね。多くの現代人が悩まされている時間不足。やりたいことはたくさんあるのに時間が足りない。どうでもいいことばかりに時間を使ってしまっているような気がする。きっと多くの視聴者の方がこのような悩みを抱えていると思います。本書では現代人がこのような時間不足から脱却できない原因は、時間術における3つの真実に隠されているとしています。その3つの真実とは、真実1、時間術を駆使しても仕事のパフォーマンスはさほど上がらない。真実2、時間効率を気にするほど作業の効率は下がってしまう。真実3、時間をマネジメントするという発想の根本に無理があるの3つです。お分かりでしょうか？本書はこれまでの時間術を真っ向から否定。そんな時間術を使ってもパフォーマンスなんて上がらねえし、むしろ時間効率を気にしていたら作業効率は下がるし、時間をマネジメントしようなんていう発想は無理で、ほとんどの時間術はそもそも時間の使い方と無関係なんだよと言っている、初見ではわけわかめ矛盾だらけに見える時間術の本なんです。時間術の本でありながら時間術を否定するというのは生半可な覚悟でできることではありません。なぜならそれ相応の斬新かつ効果的な代替策を提示しないと、結局ただの時間術本じゃんとか、否定だけして実際にどうすればいいのかよくわからないと批判されてしまうことになるからです。それだけに否応なく本書の時間術がどれほどのものなのか期待が高まってしまいますよね。その本書の時間術をズバリ解説する前に、まずは前提の確認。なぜこの3つの真実によって私たち現代人が時間不足から解放されないのか、その理由について見ていきましょう。まずは真実1、時間術を駆使しても仕事のパフォーマンスはさほど上がらないについて。時間術は大量にあるのに、時間の悩みを抱えている人が減らないという謎を解くために、著者は時間に関する研究を2000件近く調べ上げたといいます。さらには認知科学、心理学、経済学、医学の各分野から国内外の専門家約20人に最新の見解を尋ねました。その結果分かったことは、万人に効果がある時間術は未だ一つも見つかっていないということ。万人に効果がある時間術は未だ一つも見つかっていない。マジかよって感じですよね。定番の時間術は数多くありますが、今のところ大半の時間術には大した効果が認められておらず、そもそもまともな検証すら行われていないケースが普通だったというんです。
さらには実際に調べてみると、時間術は仕事のパフォーマンス改善には効かないよという報告も多数見つかったんです。つまり時間術は多くの人がなんとなく自分はこういうやり方をしてうまくいっているような気がするよという話に過ぎず、科学的な根拠があるものなんてほとんどなかったということなんです。これはまさしく時間術に関する不都合すぎる真実と言えます。あなたが家の中に山のように積み上げている時間術の本、それらすべてがただの感想に過ぎなかったんです。ただ面白いことに、時間術は仕事の質や量を高めてくれるものではなかったけれど、仕事の満足度や幸福感は高めてくれるよということが分かっております。これは時間術を使いスケジュールを組むことによって、あたかも自分の人生を自分でコントロールできているような感覚だったり、重要なことを今日はやったぞという達成感だったりが得られるからだと考えられています。幸福感を生むから、時間術がたとえ仕事のパフォーマンスに無駄だったとしても、人類は時間術を手放すことができず、言ってしまえば時間術に依存しながらこの現代まで来てしまったということです。ということで、時間術は時間を効率的に使って仕事のパフォーマンスをアップさせるものではなく、自分で自分を管理できているぞという感じをつかみ、幸福感を得るための合法ドラッグだったというわけです。続いて真実2、時間の効率を気にするほど作業の効率は下がってしまうについて。さあ、ここまでで時間術を使っても効率的に仕事はこなせないけど幸福にはなれるぞというところを見てきました。まあ幸福になれるならそれはそれでいいかと思われるかもしれませんが、ここには落とし穴があります。それは時間術を使って時間を効率化させようと思えば思うほど、人は判断力が下がり、アイデアを思いつきにくくなるということが分かっているからなんですね。皆さんにも経験があるかもしれませんが、短い時間に効率よく複数の仕事を詰め込もうとした結果、大事なことに手をつけ忘れてしまっただとか、判断を急ぎすぎて無理な依頼を引き受けてしまったりといったことは珍しいことではありません。こういった複数の仕事を効率的にこなすことに取り憑かれた人の IQ は、通常時と比較してなんと13ポイントも下落しているということが分かっています。これは徹夜明けの IQ 低下に相当するんですね。時間術にこだわるあまり、めちゃくちゃバカになっちゃうんだということがお分かりいただけるかと思います。実際の調査でも、仕事中に時間を強く意識した日は、そうでない日よりも創造的な思考の出現率が 45% 下がり、プロジェクトの成果も低くなる。創造性の低下は 2,3 日後まで続いたが、ほとんどの従業員はその事実に気づいていなかったということが分かっています。効率を求めて時間を気にすることで、大半の人は思考の広がりがなくなり、そのせいで最終的な成果の量まで減ってしまうんですね。恐ろしいことです。これは仕事の効率が下がるというよりも、アイデアが思いつかなくなるということが主な原因のようです。マッキンゼーの調査によりますと、現代の仕事の7割が創造的な発想を必要としているということです。つまり時間効率に追われ、集中するぞ集中するぞと思うがあまり、アイデアが出てこなくなって、結局作業効率が低下してしまうというわけです。その結果、創造性が必要ないような受信ボックスを空にするだとか、友達の頼みに応えるとか、そういった重要でない仕事ばかりをせっせとこなし、今日も仕事頑張ったなぁという謎の充実感だけ得られるという状況に陥りがちなんです。時間の効率を重視するほど、本当にやらなければならない創造性が必要な仕事の効率が落ちてしまう。このことはしっかりと覚えておきたいですね。さて最後に真実3、時間をマネジメントするという発想の根本に無理があるについて見ていきましょう。時間をマネジメントしようと、これまで数多くの時間術が生み出されてきたわけですが、そもそも大半の時間術というのは、時間の使い方とは関係がないということが分かっています。時間術なのに、時間の使い方とは関係がないというのはどういうことだろうと思われたかもしれません。しかし実際、世の中で使われているあらゆるタイムマネジメント法は、実際には時間の使い方とはほぼ関係がないんです。
生産性研究の第一人者であるアダム・グラントは自身が行った研究例を引き合いに出しつつ、世の時間術の大半は時間の管理ではなく注意力をマネジメントしているケースが多いとコメントしました。その上で時間術は生産性の解決策にならないと断言しています。確かにそう言われてみればそうですよね。時間術というのは基本的に時間をどうこうというものではなく、いかに目の前の仕事に注意を向けるかという集中力の向上という観点で語られているものが多いように思います。例えばトゥードゥーリストが効果を持つ理由とは、時間を有効に使えるからというよりは、未完了の作業を書き出すことで頭の中が整理され、何かやり残したことがあるのではとか、あの作業を先にしておくべきではないかといった無意識の不安感を減らしてくれるからだと結論付けている研究があります。これは多くの方が納得できるんじゃないでしょうか。トゥードゥーリストを作ることで、作業中にあれ、なんか他に優先的にやるようなことがあったようなとか、そういった考えが浮かびにくくなって、結果として不安感が減り作業に集中できる。これこそがトゥードゥーリストのメリットであり、それは時間を管理しているわけではありませんよね。さらにテキサスクリスチャン大学のアビー・ジェーシップは、タイムマネジメントを重視することで一層時間が不足しているという認識が生まれ、私たちの人生にとって本当に重要な活動をしなくなってしまうという問題を指摘しています。時間が足りないから時間術を学んだのに、もっと効率よく、もっと効率よくとなって、さらに時間が足りないように感じてしまう。その結果、本当に重要なことに手をつけなくなってしまう。これもあるあるですよね。そもそも時間が足りないから時間術の本を買ったのに、その方法を試したせいでさらに時間がなくなってしまっては、本末転倒もいいところです。さて、ということで、ここまで私たち現代人が時間不足から解放されない謎について、3つの真実とともに見てきました。簡単にまとめますと、 1. 万人に効果があるような時間術は存在しない。 2. 時間を効率よく使おうとするほど生産性は下がる。 3. 時間術の大半はそもそも時間の使い方とは関係がないということになります。いやはや困りました。これでは時間の使い方なんて考えるだけ無駄なように思えてきます。ただここでポイントとなるのは、万人に効果があるような時間術は存在しない、この万人にという部分です。そうです、実験結果をよくよく見てみれば、全員に効果があったわけじゃないけど、時間術によって生産性が高まる人というのは確かに存在したんです。つまり人それぞれに合った時間術というものが存在し、実験で用いられた時間術がたまたまバッチリ合った人だけが生産性を伸ばしたんじゃないかと考えられているんです。骨折の患者に風邪薬を飲ませても何も改善しないのと同じで、あなたがなぜ時間が足りないと悩んでいるのかについてしっかりと分析しないまま、適当に手当たり次第時間術を試しても何の効果もないんです。それどころか薬と同じで副作用が現れ、デメリットの方が大きくなってしまうかもしれません。ということで、大切なのは目新しい時間術を学ぶことではなく、あなたの性格や脳のタイプからどういった時間術を使うべきかを判断するということになります。さて、それではどうすればあなたに合った時間術を見つけることができるのでしょうか。時間術の効果に影響する個体差、つまり性格や脳のタイプは実に様々なものがあります。そういった種々雑多、千差万別の要素を細かく分析していくというのもいいんですが、本書では別の角度からあなたに合った時間術を見つける方法を提案してくれています。それが予期と早期の調整です。難しいですよね。できるだけ分かりやすく解説していきます。予期は未来に関係していて、早期は過去に関係しています。より具体的に言うなら、未来というのは今の状態の次に起きる確率が高い変化を脳が予期したもの。過去というのは今の状態の前に発生した確率が高い変化を脳が想起したものです。まずは分かりやすい未来について見ていきましょう。例えばあなたの目の前に泣いている女の子がいるとします。その女の子を見て、あなたは泣き止むまでそばにいてあげようと思ったとします。これが予期です。つまりあなたはいつかはこの女の子は泣き止むだろうと思ったわけです。続いて過去について見ていきましょう。同じようにあなたの目の前に泣いている女の子がいるとします。
その女の子を見て、あなたはもしかして親とはぐれちゃったのかなと思ったとします。これが早期です。つまりあなたは女の子が一人でいて泣いているということは迷子になっている可能性が高いなと判断したわけです。実際には泣いている女の子を見た時にこの予期と早期の両方が起こり、こんなところで一人で泣いているなんてきっと迷子になって困っているんだ、泣き止むまでそばにいてあげて、それから迷子センターに連れて行ってあげよう、そうすれば問題が解決するに違いないと判断を下します。ここでのポイントは、早期も予期も確率が高いことをあなたが選んでいるに過ぎないということです。迷子になっている子を見たあなたの脳が、女の子が一人で泣いている、つまり迷子になっている可能性が高いと判断したに過ぎず、それが合っているかどうかについては女の子を見たタイミングでは分かりませんよね。同様に、少し待てば泣き止むとか、迷子センターに連れて行けば親が見つかるという予測も、あなたの膨大な過去のデータから導き出された確率が高いと思える未来でしかないんです。絶対に少し待てば泣き止むとか、迷子センターに連れて行けば親が見つかるというわけではありませんよね。ただ未来や過去を正確に予測することができれば、この女の子を助けることができる確率が高まります。つまり未来と過去をどれだけ正確に予期できるか、早期できるかというのが問題解決に大きく関わっているということなんです。ここで重要なのは、この考えがあなたの時間感覚に大きく影響しているということです。例えばあなたがこれから掃除、洗濯、料理をしなければならないとします。するとあなたは過去の自分の経験から、掃除には30分、洗濯には1時間、料理にも1時間かかるから、合計で2時間半くらいかかるな。昼頃に始めれば夕方くらいまでには終わるかな。そしたら夕方から大好きな本要約チャンネルを見ながらくつろごうかな、なんて考えます。この時に予期と早期が働いているんです。掃除には30分、洗濯には1時間、料理にも1時間かかるというのは早期。つまり過去を振り返り、このくらいかかるだろうと思い出しているわけです。ここで早期が正確な人とそうじゃない人では、時間の使い方に大きな差が出ます。この見積もりが正確であれば何も問題なく仕事をこなせるでしょうが、見積もりが適当で本当は掃除に1時間、洗濯と料理には2時間かかるかもしれません。そうであれば夕方までに終わらせるのが難しくなり、時間が足りない、なんでということになってしまいます。この早期が苦手な人には、早期を補助するような時間術が必要となります。例えば、タイムログという自分がやったこととそれにかかった時間を書き出すという時間術があります。自分が行った作業の開始時間と終了時間を記録し続ける手法であり、何度も繰り返すうちに作業時間の見積もりがうまくなると考えられています。このタイムログでパフォーマンスが上がりやすいのは、早期の誤りが大きい人、または早期が肯定的すぎる人です。これは実際は締め切り間際まで大慌てだったのが、先週はスムーズに進んだから今回も問題ないだろうと考えたり、現実は他人の協力を得たのに普段は一人でこなせているから今回も問題ないだろうと即断するというような人です。つまり仕事にかかる時間を適当に見積もりすぎる人や、自分の能力を過大評価し短時間でこなせるよと考えてしまう人が、タイムログを行うことで本当に必要な時間が分かり、今後の時間管理に活かせるようになるというわけです。確かに俺は自分の能力を過大評価しがちなんだよなと思った人、がっかりしないでください。人間は不快なものよりも楽しい出来事をより正確に記憶しやすいという心理傾向がありまして、自分にとって都合のいいことばかりを覚え思い出してしまうのは普通のことなんです。楽観的な性格は人生を幸せに生きる上で大切なもの。そのメリットを生かしつつ、過去を過大評価してしまう癖はタイムログで修正していきましょう。続いて予期に失敗したパターンを見ていきましょう。予期がうまくいかない人の多くは、未来の自分と今の自分のつながりをしっかりと感じることができず、未来の自分を他人のように見てしまう傾向があります。例えば来年の受験に合格するために今受験勉強を頑張るというモチベーションの高め方は、未来の合格している自分と今頑張っている自分を同一視できているからこそ効果があります。未来の自分に対してのつながりが薄いと、今頑張っていることが未来につながっているように思えず、目の前のスマホゲームなどの誘惑に負けやすくなってしまうんです。
この場合はカレンダーに予定を書くという基本中の基本の時間術が有効です。カレンダーのメリットといえば、作業に必要な時間を見積もれるや予定を忘れずに済むなどの理由が浮かびますが、本当に重要なのは予期の現実味を増すという機能です。受験まであと丸々日という表示を見ると頑張らなきゃなと思えますよね。これは未来のことをより現実的に感じることができるようになるからだと言えます。逆に言えば、あなたが予期の現実感が濃い人だった場合は、カレンダーに綿密なスケジューリングをしたとしても聞きづらいかもしれません。先ほどの掃除、洗濯、料理の例でも同様で、夕方から本ようやくチャンネルを見て幸せになっている自分と今の自分を同じ自分だと考えることができないと、そのご褒美のために頑張るぞという気持ちは湧いてきません。また掃除には30分、洗濯には1時間、料理にも1時間かかると予想したけど、実際は料理に必要な買い物が終わっておらず、その作業を追加でやる必要があった。結局仕事が終わりきらなかったというパターンも、予期がうまくいっていないパターンの一つと言えるでしょう。これは未来に必要になることを正確に予測できなかったから起こってしまった失敗です。この原因も未来に対して現実感が薄いというものです。つまり、料理をするという未来の自分の姿を現実的に考えることができておらず、その時に必要な食材を買っていないというところまで頭が回らなかったということです。このタイプは、例えば掃除中にふとしたタイミングで、あ、買い物もしなきゃなどと思い出し、掃除が手につかなくなったり、途中で買い物に行ったりなど、行き当たりばったりの行動をとってしまうことが多いです。結果として、時間が足りないとなりがちなんです。早期と予期、過去と未来の予測の正確さが時間管理においてどれだけ大切かお分かりいただけましたでしょうか。続く第2章では、この過去と未来の予測をより正確に行うためにはどうすればいいか、具体的な方法について解説していきますので、ぜひぜひ最後までお付き合いくださいませ。それではここまでで第1章をまとめておきましょう。ポイント1、現代人の多くが時間不足から解放されない理由は3つ。1、万人に効果があるような時間術は存在しない。2、時間を効率よく使おうとするほど生産性は下がる。3、時間術の大半はそもそも時間の使い方とは関係がないである。ポイント2、万人に効果がある時間術は存在しないが、特定の人に効果的な時間術は存在する。自分にとって最適な時間術を見つけるためには、自分の早期と予期のズレを分析する必要がある。第2章、遅刻しがちな人は〇〇ボクシングを使って時間を操れ。さて、ここからは早期と予期のうち、予期のズレを解消するための方法、つまり未来を正確に予測するためにはどうすればいいのかということについて具体的に解説していきます。未来の予測が正確じゃない、予期がズレると一言に言っても、その原因は様々あります。本書では予期がずれてしまう原因を次の4つに分類しています。 1. 予期が薄い、将来のイメージとのつながりを感じられない状態です。 2. 予期が濃い、将来のイメージにつながりを感じられている状態です。 3. 予期が多い、将来に発生しそうなイベントの数が多い状態です。 4. 予期が少ない、将来に発生しそうなイベントの数が少ない状態です。いかがでしょうか。自分がどれに当たるか考えてみてください。本書には自分の予期パターン、早期パターンを分析するための質問表もついていますので、そちらを試してみたいという方はぜひぜひ本書を実際に買って読んでみてください。さて、話を続けます。つまり超簡単に言うなら、未来の自分と今の自分がつながっているように思えるかどうか、そして未来にやるべきことが多いか少ないか、この2つであなたの予期がずれる理由が特定できるというわけです。ここでは、私が多くの人が陥りがちだと感じた1の予期が薄いタイプについて、解決策となる時間術を解説していきましょう。本書に記載があるわけではありませんが、個人的にはこの予期が薄すぎるタイプの典型例が遅刻癖がある人だと感じました。つまり未来に現実味を感じにくい人だからこそ遅刻をしてしまうんです。まあこれは私のことなんですが、例えば17時から会議に出席しなきゃいけない。
ここから会議の場所まで15分かかるというような場合、皆さんであれば16時40分あたりで仕事を切り上げ、会議の場所に向かうんじゃないかなと思います。ですが私の場合は、確かに会議のことは頭の片隅にあります。それでいて、会議に出席している自分と今の仕事中の自分は完全に切り離された存在のように感じるんです。だからこそ17時の会議に間に合うためには〇〇時に部屋を出なきゃという想定ができません。その結果、本当に取り返しのつかない17時3分前くらいになって、ようやく未来の自分と今の自分がつながって、あ、会議に行かなきゃ、でももう間に合わないとなるんです。そんなやつ本当にいるのかと思われるかもしれませんが、私が生き証人、本当にいるんです。これは時間的分離と呼ばれる現象で、人によっては数分後、数時間後の自分にすら現実感を抱けないんです。なぜこのような個体差が生まれるかという理由はよく分かっておらず、脳内に分泌される神経伝達物質の量や生まれつきの性格が原因とする説もありますが、明確な答えはまだありません。ただ実際に大なり小なり、この未来を現実のこととして考えるという能力には個人差があり、この能力が低い人は予期が低い人だということです。あなた自身はどうでしょうか？考えてみてください。ちなみに先ほどの例で私が出した解決策は、会議の前に仕事をしないというものでした。17時から会議があるのであれば、16時くらいから何もしない。そうすれば今に注意がそれませんから、未来の会議のことばかりを考え、遅刻しないように向かうことができるようになったんです。さて、ただこんな方法では仕事の生産性も落ちてしまいますし、万人に勧めることができるものではありませんよね。ということで、本書で紹介されている予期を濃くするための時間術、タイムボクシングについて解説していきましょう。これはあらかじめ特定の作業に一定の時間を割り当て、その枠内で作業を終わらせるというシンプルな技法です。例えば、9時から11時、ユアタイムを読む。11時から12時、ジムに行く。12時から12時半、サウナに行く。12時半から14時、ユアタイムのポイントを書き出す。14時から14時15分、瞑想。14時15分から15時、ユアタイムの原稿構成を考えるといったような形です。一つ一つの作業に割り当てた時間はボックスと呼ばれ、そこに具体的な期限や目標、成果などを設定するのがタイムボクシングの基本。このボックスは絶対的な存在で、事前に決めた時間に達したら、まだ作業が終わっていなくても仕事を切り上げなければなりません。単純な方法ながら専門家の評価は高く、トゥードゥーリストやアイゼンハワーマトリクスといった有名なテクニックと比較した場合、最も予期の薄さへの影響、効果が高かったのはタイムボクシングだったといいます。さらに詳しく見ていきましょう。タイムボクシングは4つのステップで構成されます。ステップ1、適切な作業を探す。タイムボクシングに使う作業はどのようなものでも構いません。ですが、慣れるまでは完了までが長い作業、刺激がない作業を選ぶのがおすすめです。一般的に予期が薄い人ほど時間がかかる作業や刺激が少ない作業を後回しにしがちです。刺激がない作業というのは部屋の片付けやメールの整理のようなもので、確かにこういう作業を後回しにしちゃうなぁと感じた人は予期が薄い可能性があります。ステップ2、作業の目標を設定する。割り当てる作業が決まったら、その作業で何を達成したいのかと、いつまでに達成したいのかを考えます。例えば600ページの本を10日で読破したいと考えます。この目標をタイムボクシングに落とし込む場合、10日で600ページを読むには1日に60ページ読めばいいとわかります。これが1日のボックスに割り当てる目標となるんです。ただ2日目からは前日に読んだ内容を思い出したりする作業もありそうです。ここで60ページ読むのに何分かかるか、読んだ内容を思い出すのに何分かかるかは、過去の経験から割り出すもので早期が活躍します。早期が苦手な人は、先ほど説明したような作業時間を記録し見返すタイムログを試しながら、早期のズレを修正するようにしましょう。この例ではページ数の量を目標にしましたが、15分だけ読書をするや10分だけ集中して資料を集めるといったように、時間の長さをゴールにしても構いません。
いずれにせよはっきり数値で把握できるゴールを設定するというのがポイントです。ステップ3、逆算で時間を設定する。取り組む作業と目標が決まったら、次はその作業に時間を割り当てカレンダーに記入していきます。ここで決めるのは、いつ作業に取り掛かるかと、いつ作業をやめるかの2つだけです。もちろんあなたには読書以外にも運動や仕事、家事などをやらなければいけない作業がたくさんあるはずです。そこで読書に使える総時間を割り出すために、その他の優先すべき作業をボックスに組み込んでいきます。ただし、睡眠、運動、リラックスなどセルフケアに関する作業を優先すべきではないと削らないように注意が必要です。また友達と遊ぶといった人間関係に関する作業も優先すべきです。ということで、優先すべき順はセルフケア、人間関係、仕事の順になるようにしましょう。多くの人は仕事や勉強から時間の割り当てを考えがちです。ですが、セルフケアや人間関係をおざなりにしたスケジュールは、給油をせずに走り続ける車のようなものです。最初は周囲に差をつけられるかもしれませんが、やがてガス欠か事故を起こすことは間違いありません。このセルフケア、人間関係、仕事に必要な時間をすべて埋めると、1日にどのくらい読書に避けるかが分かってきます。ステップ4、結果を評価する。あとは設定したボックスに従って作業を進めるだけです。重要なのは、決めた時間内に作業が終わらなかったとしても、作業を途中でやめて次のボックスに移るということ。もし終了時間の間際に気分が乗ってきても、時間が来たら作業を打ち切るようにしましょう。1日のボックスが終わったら、その日の最後に結果の評価を行います。目標は達成できたかや、予定通りにいかなかった場合は何が問題だったのかを考えた上で、その日に終わらなかった作業を翌日のボックスに再配分してください。これでタイムボクシングの全工程は終了です。実際に試すと分かりますが、タイムボクシングで予定を組むと、予期が薄い人ほど焦りや不安が和らいだ気分になるはずです。次第に自分の時間を自らの意思でコントロールできている感覚が生まれてきます。ぜひ未来のことが人ごとのように思える人は、このタイムボクシングを試してみてください。それでは第2章をまとめておきましょう。ポイント1、予期が薄く未来のことを人ごとのように感じてしまうタイプの人に、最もおすすめの時間術はタイムボクシングである。ポイント2、タイムボクシングは特定の作業に一定の時間を割り当て、その枠内で作業を終わらせるというシンプルな技法である。ポイント3、予期が薄い人ほど時間がかかる作業や刺激が少ない作業を後回しにしがちなので、そういった作業にこそタイムボクシングを使うと良い。第3章、あなたの時間のズレをぴったりと合わせるタイムログの正しい使い方。さて、ここからは早期と予期のうち、早期のズレを解消するための方法、つまり過去を正確に思い出すためにはどうすればいいのかということについて、具体的に解説していきます。本書では早期を4つの要素に分類しています。1、早期が正しい。取り出した記憶が実際の出来事を反映している状態です。2、早期が誤り。取り出した記憶が実際の出来事とは違う状態です。3、早期が肯定的。取り出した記憶の解釈がポジティブな状態です。4、早期が否定的。取り出した記憶の解釈がネガティブな状態です。はじめの2つ、早期が正しいや早期が誤りは、脳が取り出した記憶の内容が本当に正しいのかを問うポイントです。実際は書類作りに3時間かかったのに1時間ほどで完成したと思い込んだり、そもそも作業自体の存在を忘れたりしていた場合、その早期は誤りと考えられます。その結果、あなたの時間の見積もりが歪んでいくんです。続く2つの要素は、特定の早期をどのように解釈したのかを問題にしています。例えば、書類を3時間で作ったという事実に対して、私は生産性が低いと考えれば早期は否定的です。逆に成果は上々だと思えば早期は肯定的です。予期と同じように、あなたの早期も遺伝や環境によって異なります。それぞれの組み合わせで早期の個体差が生まれてくるんです。こちらもそれぞれについて効果的な時間術が本書では紹介されていますが、多くの人が悩むであろう早期のズレが大きい人が、そのズレを修正するにはどうすればいいのかについて、ここでは解説させていただきます。
早期のズレが大きい人がその早期を正しく直すために有効な時間術は第1章でも登場しましたタイムログです。早期の誤りを正す方法は複数ありますが、現時点で最も効果が高いのがこのタイムログ。自分がどう時間を使ったのかを記録していくというシンプルな方法です。自分の行動のすべて、大きなことや小さなことを問わず、1日に行ったすべての行動を記録してください。例えば、YouTube を見たやゴミ出しをしたなど、細かなものもすべて、丸々分と記録していきます。そしてその時間の使い方を評価してください。うまく使えたなと思ったら A にチェックを入れ、無駄な時間を過ごしたなと判断したら C などを入れていくといいでしょう。具体的には、散歩20分 A、トイレに行く5分 A、YouTube を開く15分 C、瞑想10分 A、今日やることをリスト化10分 B のような感じです。タイムログのシートはどこへ行くにも持ち歩いて、とにかく自分の時間の使い方のデータを集めてみてください。データ収集の期間は1週間から2週間が目安です。ただそんなに長い期間やってられないよという人の場合、数日でも構いません。ただしもちろんですが、データは多ければ多いほどよく、最低でも1週間分の記録は残した方がいいということを押さえておいてください。何度も言いますが、記録してほしいのはあなたが1日に行った行動のすべてです。朝のお手洗いの時間、移動時間、睡眠時間などなど、あらゆるものを記録してください。ただし、必ずしも10分や15分ごとに書き込む必要はありません。それでは記入記入で集中力もそがれてしまいますよね。1時間に1回何にどのくらい使ったっけと確認すればいいでしょう。そして記録がたまったタイムログは眺めながら、自分はどの作業にどれだけ時間がかかり、どの作業で無駄に時間を使っているかを分析してください。さらにタイムログの記録から新しい作業計画を立てるときにかかりそうな時間を見積もるようにすると、早期のズレが解消されていきます。こんな面倒なことやらなくても、だいたい作業にかかる時間なんてわかるよという人もいるかもしれません。ですが、往々にして人は作業がはかどった時ばかりのことを思い出して時間配分を決めがちです。ですが、タイムログの中に含まれているのは作業がはかどった時のデータばかりではありません。必要な情報が思ったように集まらなかった時や、子供が熱を出してなかなか動けなかった時など、想定外の出来事で作業が遅れた経験もたくさん含まれています。このようにタイムログのおかげで、普段は例外として無視しがちなトラブルを思い出すことができるため、結果として早期の精度が上がるんです。シンプルな方法ながらめちゃくちゃ効果が高く、実践するだけで人生が変わると言っても過言ではないこのタイムログ。面倒だという気持ちはわかります。ですが、時間不足に悩まれ続けていく清掃、それがすべてすっきり解決するとしたら、この労力くらい安いもんです。ぜひ、なんか想定通りに物事が進まないんだよなという早期音痴の方は試してみていただきたいと思います。それでは第3章をまとめておきましょう。ポイント1、早期の誤りを正す方法は複数ありますが、現時点で最も効果が高いのはタイムログである。ポイント2、タイムログのやり方は極めてシンプル。自分の行動のすべて、大きなことや小さなことを問わず、1日に行ったすべての行動を記録し評価するだけである。ポイント3、タイムログは最低でも1週間行わないと効果が下がってしまう。溜まったタイムログを見直し分析することで、早期のズレを正すことができ、スケジュールを立てるときに活用することで、より正確に時間管理を行うことができるようになる。いかがだったでしょうか。たくさんの時間術がそれぞれの症状別に紹介されている本書は、時間に悩むすべての現代人におすすめの一冊です。ぜひぜひ買って読んでみてください。ここまで長らくご清聴ありがとうございました。今日の動画良かったよという方、ぜひぜひ高評価ボタンだけでもポチッと押していただけますと、励みになる、より一層頑張れますので、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしています。さようなら。最新動画を見たい方は左をクリック、おすすめ動画が見たい方は右をクリック、チャンネル登録もお待ちしています。